こんにちは、速軸の久保です先日 iPhone をね 13ProMax にしましてで今度はね頑丈なこのスマホケースにこだわって買ってみたんですよそれは前も動画でお話ししましたけども頑丈で目立つ黄色これガラスでですね後ろはねあのこのレンズをカバーこうやってねスライドカバーがついてるんですよでここにこのスタンドもついててね非常に使いやすいかなと多少でかいような気がしますけども まあ私のでかい点にはすっぽりハマります。で、今まで使っていた iPhone の11なんですけども、ここにはね、ラバー製のこのカバーがついてたんですよ。これがまあクセもんで、落とした時になんとね、ここのレンズ、わかります割れちゃったんですよ。ほら、レンズのガラスがないでしょ。ガラスが一本ポンと飛んでからね、それからというものをフォーカスしないんで、インカメラでずっと撮るようになってたんですよ。まあこの古くなったスマホ、使い勝手がないでもないんで、まあそうですね。 車載のカメラですかね。こう、インカメラだけで撮るカメラに使うかなってとこでございます。まあ、それでね、これにね、改めてスマホケースを買ってみました。こちらが届きましたスマホケースなんですけども、今度はね、赤いラインで、これが入れ物ですね。これは捨てても構わないやつ。で、これカバー取って、で、プチプチが入ってますね。これ取るでしょ。で、やっぱりこう、ガラスではめるようになってるわけですよね。両側から。 こんな感じですかね。あっ、磁石かなんかでパカッとつくようになってますね、これね。こういうふうに挟むやつですね。挟むタイプ。で、まずこの赤い方から試してみましょうか。これ、剥がすようになってますんで、こうやって剥がします。で、剥がしました。で、このスマホをラバーのやつ取ってね、役に立たないから。こうやって表にかぶせるとここも綺麗にね。 これでで、傷もつかないしであとフラットなっていうい,、ね、いえはこっちの黄色い方はフラットじゃなくてデコボコなんですよ隅っこがだから、えー、とインカメラに魚眼レンズとかをつけるのにこれはうってつけこっちはねできませんで、えー、裏のカバーがありますねこちらの方もつけていこうかと思いますけどもこれも同じようになんかシートを剥がすようになってますんで あ剥がすよううにねこ,うこうですもこれシート剥がしちゃうとやっぱりねカメラのところがむき出しになりますねこれね、うん、まあむき出しでもいいやこれでパタッとつけると磁石であすごくいいですねこれうんなんかそのシームレスっていうか継ぎ目がないような感じになって磁石でパシッとつくんでこれはすごくフィットしてボタンも押しやすいですよ,よあの何横のボタンも押しやすいすごくこれはいいですね で、ここがむき出しなんで、ここはガードされませんから、水に当たるのを気をつけていただいたりとか、石の上に落とすと、石がね、このレンズを突き破っちゃいますんでね。そういう意味では、強度的には、うーん、まあちょっと落ちるかな。でも、すごく持ちやすい。こっちはね、角があって、ちょっと厚みがほら、ね、ストラップがついてるのもいいんですけど、厚みが全然違うでしょ。同じ iPhone Pro Max なんですけども、頑丈度がマックスです、こっちは。こんなに違うと。で、縦の大きさもほら、ね。 だいぶ違うでしょ同じ iPhone Pro Max サイズは一緒なんですけどもケースがこんなに違うんですよ。うんまあ、ということでね2つ選んでみました色はこっちは目立つように黄色こっちもね若干目立つように赤にしてみましたねどっちもいいですねやっぱスマホケースはいいのを使った方がいいでもいいのを使ってもねこの新しい赤いやつは1480円ですこれ1480円でこっちが3000円ぐらいでも両方とも定価で買うと高いんですよ 前もお話ししましたけどこっちはね2万円ぐらいするやつがもう型落ちして3年経つんでもう投げ売りに入ってるんですよだからスマホケースは本当にね古いのを買っても全然いいですね、うん、はい iPhone の13 Pro Max でございましたケースの紹介でしたね